1回戦第3試合呼び込みます。カカシ VS ロッテンホロー、上がってきてください。この試合でビート変わります。チャカ君準備できたら聞かせてください。ツーショット後でお願いします。今お願いします。こちらのビートで戦っていただきます。先攻後攻のじゃんけんをお願いいたします。やおやお、それではいきます。1回戦第3試合、先攻ロテホロ、後攻カカシ、発射説3ターン、レディーファー。やお、試合始まる前からもうすでにお前らのボルテージは最高だろ。音の上覚醒の下で悪いが、もうすでに舞台は整ってんだ。最高最高潮、最高の眺め、全ては眺め、今さえ出会ったばかりだけど、またファラウェイ、またファラウェイだけども高めなところからお前を見据えるぜ。何が何でも取る重賞、お前ら見ろ360度、はぁ、yeah! 音の上ではめていくだけ。 Yo! 確かにさ、お前が震わせてることが喉仏。 Yo! 俺が強いんだぜ、心強い。あれを反着360度じゃなく、見るのはここただ一点、先を見据えるぜ。過去のスターなら見捨てるぜ、もういらねえよ。俺もまあ土地勝かもしれないけど、いつでも呼ばれなくても予選でぶちかまして超ここ証明して。そりゃそうだろ、お前ら俺のバースでは360度見てるが、こいつのバースじゃお前の目しか見てねえけど、それどうなんだよな。静かに奥でゴフロー、まあ確かにそう、俺のこと過去の先輩言った見捨てるぜ。だもみんな俺にするビッグリスペクト。あら、本当にビッグリスペクトしてる？してないよね。だってだって過去の名声だって、でここに立ってんだろお前、予選から立ち上がってここ来いよ一度。死んだ身だったらな、昔の話文字通りだな、カカシ。じゃあ言ってやるよ、俺次の D4U 予選から出まーす。今宣言すりゃ嘘つけない、てかお前と俺とじゃ比べられないだろ。足りてないスキル、静かにやること、あ、最後の方だけゆっくりブローガー、調子どうえよ。終了です。判定聞かせてください。バッチリ決めてください。聞きます。先攻ロッテンホロー、後攻カカシ、勝者ロッテンホローになります。カカシ君、何かあったら喋ってってください。ちょっとすいません、なんだろうな、とりあえず告知します。4月30日フロンティア MC バトルアンダーバーかなでやらせていただくんで、よかったら遊びに来てください。で、自分が最後っていうか、一番復帰して最初に出たバトルが5月の25日で、まあ、来月ちょうど1年経つんで、まあ、そろそろバトル以外もやんなきゃなって思い始めてるんで、5月に EP 出します。はい、ありがとうございました。以上です。高橋のこれからの活躍、皆さんチェックしてください。